さん、はじめまして、4次元から来ましたマヨラー星人19歳マイアンこと白石麻衣です、精一杯頑張ります、よろしくお願いします。結構いい次元だった。4次元から来ちゃったね。4次元から来ちゃったの。来ちゃいました。どうやって来たの4次元。ドラえもんのポケットとかが4次元でしょ。どうやって来たわけ4次元から、空から空は空は3次元だけどね。ドラえもんのポケットの中から来ました。ドラえもんのポケットの中から来ましたね。じゃあ道具だけだよ。何に対するの。マイマイこれだ。あ、そうです、そうです、上です。道具かよ。そういうの言うときに結構設定がまだ甘々。甘いって言うな。スパチクロ。ちょっと写真とかのイメージと全然違います。もうセクシーな、クールなイメージがあったのよ。それこそコジハルのなんか CG みたいな感じが。でもライバルはコジハルなわけでしょ、自分の中でも。それ書いてあるけど、はい、ね、はい、まあ、あの子も結構、まあ、そうだ、喋るとね、不思議な感じがあるか。うん、ありがとうございます。マヨラーね。マヨラーなのね。はい、マヨラーです。マヨレ、マヨネーズ大好き。大好きです。大好き。何につけて食べると自分は流行りなんですか。焼きそばとか。焼きそば、何でもいっちゃうんだ。何でもは違うんですけど。何でもはね、それはね、はい、それはそうだね。マヨラーじゃない。何でもじゃないですけどね。メリハリあるマヨラーなんですよ。マヨラーですもんね。マヨラーです。彼女食いつかせるくせに行くと思う。いやいやいや、そういうんじゃないから。ありがとうございます。乃木坂46の顔となる乃木坂七福神、栄えある一人目に選ばれるのは白石麻衣さん。はい、おー、白石麻衣ちゃん。乃木坂七福神一人目は白い肌がチャームポイント、白石麻衣19歳。マヨネーズ大好き19歳白石麻衣です。あ、なるほどね。今もうキーワードとしてマヨネーズのね、マヨネーズ頼りですからね、はい、これだとね、違うスポンサーの番組とか出た場合は言えなくなっちゃいますから。ニックネームとかは基本は過去何か呼ばれてたのあります？メンバー内の中では、マイヤンって呼ばれてます。マイヤン、マイヤン。できました。はい、質問とかも。あ、もう終わりか。じゃあ山根からいきましょうか。ちょっとあの韻を踏んだ感じで。なるほど。まあまあマヨラーマイヤンです。まあまあマヨラー。じゃあ田中いきましょうか。はい、ウエストポーチにマヨネーズ白石麻衣です。あ、なんかちょっとダセー気がします。ウエストポーチを常に持たなきゃいけなくなりますからね。マヨネーズ以外になんかこう、特技とか、ね、特技だったりとか。そうね、あの素振りの素振り。え、何の素振り。中学校の時にソフトボール部だったので、素振りというかバントが。バント得意だった。バント、ちょっと見せてもらっていい。じゃあバント。バッターボックス入ってるピッチャーが投げました。来たバスターだ、バスター。難しいやつよ、バスター。バスターは相当難しいからね。バスター。なんか、バント処理がうまいピッチャー全員系の試合しまくり成功したい。バントうまくなんで全員系バント処理がうまいと、はい、はい、出ました。迷わ好きでも迷わないぞ。あ、しない姉妹。なんかもっとうまいのがあるかもしれないけど、なんかおじさんが作ったやつみたいな。おじさんが作ったやつ。じゃあ設楽さん行きましょう。はい、はい、マヨマヨマヨカイヤマヨ白石マヨ。でも違う、君に行こうって言ったじゃん今。なんでカイヤさん出てくるんだよ。マヨちょっとマヨマヨ。でもマヨは好きでも迷わないぞみたいなのが耳の響きで覚えやすいような気がしますね。じゃあ、白石さんのは決まりました。はい、マヨは好きでも迷わないぞ二決定です。イエーイ。ではせっかくなのでカメラに向かってキャッチフレーズをどうぞ。マヨは好きでも迷わないぞ19歳白石麻衣です。19歳白石麻衣がいいんだね。年を言う。なんちゃってマヨラー。なんだこれ。マヨラー。誰ですかマヨこれ。はい、お白石。私です。おお、何これ。いや、あの初期の頃からすごいマヨラー、マヨラー星人とか出てきたんですけど、なんか言ってたね。言ってましたね。一番最初の自己紹介の時に変な自己紹介。それが VR らしいよ。あ、それが。じゃあ
じゃあ見てください。やだやだやだ。皆さんはじめまして、4次元から来ましたマヨラー星人19歳マイアンこと白石麻衣です。言ってるね、マヨラーですってね。言っちゃってます。言ってるし、4次元から来てるの。そうだ、違うんです。4次元から来てないのね。じゃあまず3次元です。もう分かってるわ、そんなの。これは嘘だって突っ込んでもしょうがないから。まず白石から、はい、行きましょう。 VTR どうぞ。白石麻衣、1992年8月20日白石家の次女として誕生。ハーフのような顔立ちとは裏腹に人見知りが激しく、夜泣きも多く、かなり手がかかる子供だった。眉毛もちゃんとさ、シュッとあるもん。そんな白石に影響を与えたのが3歳年上の姉。どこに行くにも何をするのも姉を追いかけていた。 3つ上ぐらいだとね。いつしか真面目な姉とは正反対のひょうきんな女の子に。いや、これはすげえよ。お笑い番組が大好きで、いつも吉本入るのと言われていたという。当時のモノマネのおはこはエブリリトルスイングの一くんこと伊藤一郎。白石麻衣といえば色白のイメージがあるが、小学校の頃は日焼けして真っ黒だった。美少女だ、美少女。そんな白石の夏の定番はお祭り。毎年毎年出汁に乗り、笛を吹いたり太鼓を叩くのが恒例行事だったという。お囃子みたいなやつ。学生時代は走ることが得意な一方、金管クラブでトランペットを吹いたり、ピアノ、習字、そして番組で披露したソフトボールと部活動や習い事に勤しむ日々を送っていた。歌で人に感動を与えたいと入学した専門学校で先生に勧められ乃木坂46のオーディションに参加。現在はメンバーを引っ張るお姉さんとして活躍中。いや、白石なんだ、超可愛いな、ちっちゃい頃から。赤ちゃんの時から可愛いじゃん。スターの顔だもん。うん、すげえよ、ぶっちぎりの可愛さ。ずっとあんな子供からずっと可愛い子なんてあんまいないんだから。ちっちゃい頃から、ひょうきんでお茶目な子と、はい、ね、お笑いが大好きで。大好きでした、ね、なんかモノマネとかで千と千尋のね、あのカエルのマネとかを。なんだっけそれって。今もできる声なんですけど、うんうん、いいんですか、うん、線が欲しい。あの顔なしに食われた後のアンカエルのやつ。すごい。もう一回止まって、止まって、線が欲しい。これしかできないですね。いや、似てる、いいじゃん。あ、こんなポーズで言うの。こうしないとなんか声が出ないんです。セロリお帰りください、シャレ神様。やろう。あ、こたつにみかんが大好き。大好きです。過去に30個も食べたこと。マジか。冬か。あ、なんか急にこうあるよね。そうなんです。エンジンかかっちゃった時あるよね。 あれもう止まんないなっていうやつでしょ。あります。で違うのかな、俺と言ったこと。今一緒です。一緒だっけ。あ、忘れてた。これ今日企画が違うから忘れてたけど、日村嫌い3なの。なんえいさん、よく考えたらなんかさっき全然噛み合わねえなと思って。いや、めっちゃ噛み合います。嫌い3なんだ。お母さん、この子は僕のこと嫌ってますから。お母さん助けてください。